日でございます。もう今週の日曜日ですね、6月16日日曜日、茶番選挙、仁義なき候補者選考、出版記念のね、半藤大樹先生の、講演会が、中洲のね、浅見の文化センターでね、開催をされますのでね、ぜひね、皆さんお待ちしております。お立ち寄りくださいませ。このね、半藤先生の、ね、著書のね、暴いてることっていうのはね、やっぱりね、なんていうかな、すごいことだと思うんですよ。結局ね、広島のね、人口流出、ひいては最近はね、日本自体からもね、例えばね、特に若い女性の方がね、オーストラリアやね、カナダ等へね、流出しているというね、実態ありますけどね、その背景としてね、何があるかということをよく暴いてると思うんですよ。要はね、日本、特に広島は古臭い。ね、特に政治は古臭い。で、そのじゃあ背景っていうのは、原因って何かと。その正体っていうのは何かと。言うとね、法の下の平等がないってことですよ。で、半藤先生もね、やられたわけですよ、それで。候補者に内定ね、していながらね、結局ね、後から出てきたね、宮口さんという人にね、だから、森本慎二参議院議員、当時の立憲広島のね、選挙対策責任者のね、秘書のね、妻という方が出てきたらね、じゃあ、森本慎二が、半藤大樹先生はね、はしご外されちゃったわけですよ。一方でね、私、佐藤修一、当時ね、立憲民主党さんに推薦をね、お願いして、まあ、共産党さんね、社民党さん、新社会党さんにもね、お願いしてたわけですけどね、何かね、ダメというのであればね、じゃあね、返事をね、すぐね、してくれればいいのに、ね、半藤先生でもう決まってるからね、まあ、そのことは伏せておいてもね、諸般の事情でね、ご期待に添えないということをはっきり言ってくれればね、いいものをね、半藤先生に対してね、こそこそとね、いや、佐藤修一、メッセージもらってるけど、無視してるから大丈夫とね、そんなことを言うね、県議会議員がね、当時立憲民主党に、ね、いらっしゃったわけですよね。全くね、これもまたね、法の下のね、平等に反するというかね、そういうことですよね。で、もっと言っちゃうとね、全体の奉仕者という意味でもね、法の下の平等を、ね、守れないということはね、じゃあ全体の奉仕者ということからもね、外れてしまうということですよ。で、国会議員であればね、やっぱりね、国全体、国民の全体のためにね、働く。そしてね、広島県知事や広島県議会議員であればね、広島のために働く。こういうことですよね。全然それがなってないとね。もちろん与党もなってないけどね。野党のね、選対責任者である、ね、森本慎二参議院議員もね、いや、半藤先生に対してね、広島に、ね、何してくれるんやね。そういうことをね、聞いたそうですよね。まあね、私自身はね、もう広島はね、心から愛し、心から憎く。そういうスタンスです。ね。でもそういう人間ってね、国会よりはやっぱりね、県知事。でね、ただ今のね、選挙の状況を考えると、県議会議員選挙なんかもまたね、今度はね、じゃあ、浅見並区なら浅見並区。いや、しかも、ね、その地盤の地域、そこの代表みたいになっちゃってるっていうね、実態がありますよね。これじゃあね、僕のね、理想とするね、やっぱり県民の代表ということにはなりませんのでね。まあ、それをできるのはね、県議会議員選挙のね、県知事選挙の方かなと思った。まあ、広島市もそうです。市長選挙、市議会選挙よりは市長選挙の方がね、よりね、自然体をね、代表しやすいのかな、ということをね、ちょっとね、半藤先生の方をね、聞いて、拝見してね、拝読して、またご講演を拝読、ね、拝聴してね、考えたことです。まあ、とにかく広島のね、古臭さの正体は、ね、法の下の平等が全然ない、ということです。身内びいきです。これはね、湯崎秀彦、広島県知事だって、一緒ですよ。ね、っていうかね、平川教育長がね、対してね、今でもかばってるわけですしね。あるいはね、汚染水を垂れ流しまくってるね、産廃業者。こういったところと一体となってね、じゃあ、住民裁判でね、まあ、一緒にね、対住民ということでね、戦ってるとね。住民に対して戦うね、湯崎ですね。そういったところがね、やっぱりね、問題なんじゃないのと。一部の人と癒着してね、県民のために働かないと。ね、こういう行政ね、政治。そういったことがね、やっぱ、広島のね、古臭さの背景にあり、そしてね、そういうのを嫌気してね、若い人、特に女性の方、しかし最近にはね、中堅世代の方も含めてね、どんどん流出していって、
いうことではないかと思う次第でございます。6月16日、半藤大樹先生、日曜日、中筋の浅南区民文化センター工作実習室で、お待ちしております。ぜひね、本当ね、法の下の平等、あるいはね、公務員ね、ね、全体の方針、そういったことをね、徹底させるね、活動をされている半藤大樹先生、ぜひね、このね、本もね、俺の考えライオンとはまた違った切り口で、選挙のね、問題点、日本の選挙これでいいのかと、問題点の切り口としてね、やっぱりね、皆さんにも読んでいただきたいし、ね、広島、日本、そして政治をあなたの手に取り戻す、この一冊、茶番選挙、仁義なき候補者選考、よろしくね、お願い申し上げます。そしてね、返す返すは繰り返しますが、6月16日日曜日、13時、朝、区民文化センターにおいて、講演会ありますのでお待ちしております。それでは最後までご清聴ありがとうございました。失礼いたします。おやすみなさいませ。